エンタメニュース一覧はこちら。どれも見逃せない最新情報、どこよりも早く映像でお届け。女優のエイクラナナさんが1日アディダスウーマンプレスカンファレンス2016にトレーニングアンバサダーとして出席。きっかけは、アクション映画に出演させてもらうことだったんですけど、今日初めてじゃあ明日できるようになるかって言ったらそういうものではないんですけど、でもそうやってちっちゃいことを積み重ねていくと、こう体ってすごい素直なんだなと、確実に反応して目標を達成できるっていうことがすごく気持ちよくて、なんか内面的にも自信につながりましたし、すごく豊かになったと思います。健康的で美しいですね。芸能活動を再開させた極楽とんぼ山本圭一さんが1月29日第1回ハンバーガーかぶりつきコンテスト決勝大会で MC と審査委員長を務めました。とにかく第1回ということで、次回は第2回ということになりますので、一つ皆様よろしくお願いします。久々に聞く山本さんの声。極楽とんぼのコンビとしての活動は全く未定とのことですが、完全復活への気合は十分です。アイドルグループ AKB48 の横山由依さんが1月30日映画9つの窓の舞台挨拶に出席。久しぶりに横山さんにお会いして改めて初恋だなと大野さんびっくり発言。実は作品の中で横山さんの初恋の人を演じているのが大野さん。作品外でこんなこと言われちゃうとおどぎまぎしますよね。その他にもキャスト陣がもし初恋の人に会ったらをテーマにトークを展開。大いに盛り上がった舞台挨拶となりました。タレントの勝俣州和さんが1日静岡県名産品ふるさと割の発表会に出席。ロックバンドゲスの極み乙女の川谷絵音さんとの不倫疑惑騒動でレギュラー番組出演休止が相次ぐベッキーさんにエールを送りました。やっぱりベッキーを好きな人はいっぱいいますし、ベッキーから元気をねもらってるっていうファンの方もいっぱいいると思うんで、もう何があったか分かりませんけど、早く元気なベッキーが戻ってほしいですね。勝又さんの言葉には温かみがあって、ベッキーさんにもきっと届きますよね。お笑いコンビおかずクラブが1日キリン本絞りチューハイの新 CM 発表会に出席。新 CM に出演する俳優の大沢たかおさんと初対面を果たしました。私いろんな芸能人の男性の方見てますけど、ダントツでした。身長顔声そう、あと優しさ、お二人とも完全にメロメロ。新 CM は2日からオンエア開始です。以上今日の芸能ニュースでした。また明日。